のゲームはイーフトボールスタジアムで行われます。今夜の現地ですが天候は晴れ、コンディション良好の中迎えるゲームです。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ前半見ていきましょう。イタリア対日本、このトッププレーヤーたちを揃える両チーム、ワールドクラスのプレーを楽しみましょう。やはりこういう豪華な試合はこちらもワクワクしますよね。楽しみですよね。そうですね。来た、メッシから左へ、ここは競り勝ちます。日本カウンターを仕掛けていきます。アラウホ、このマッチアップどうなる。レオンからソン・フンミン、シュート、堂安クリアです。イタリア先制。日本相手に先制点をもぎ取ります。レオン、いやよく反応しましたね。落ち着いてよく決めましたよね。一瞬のプレーなので枠を外したりもするんですけどね、きっちり決めてきましたよね。次のプレーの予測ができていて素晴らしいゴールですよね。さあイタリア、この早い段階で先制しました。いや非常にいいゲームの入りになりましたよね。この1点大きいですよね、はい、ただこの得点直後は逆に失点しやすくなるタイミングでもあるので気を引き締めたいですよね。そうですね。小野から右サイド、おっとこれはカウンターいきますね。スペースに出す、いいボールですね。ボールはネイマールへ抜けてくる、ちょっと伸びてしまいました。カウンターですよ。サイドチェンジ、こういった逆サイドのアプローチは単に枚数が少ないからだけではなくて中央を散らしてスペースを作りやすくする役割もありますからね。いい展開ですよね。スルーパス、酒井に渡る、ボールが上がる、ここはディフェンスの対応。さあカウンターのチャンスになります。右サイド上がっていく、さあゴールに向かってシュート、来た、追加点、イタリア怒涛のゴール、勢いが止まらない。美しいカウンターからのフィニッシュでした。そうですね、やっぱり後ろがしっかりしているので奪ってからの攻撃がスムーズにつながりますよね。守備あってのカウンターっていうのが選手に浸透してますよね。さあイタリア、さらに1点を追加し2対0としています。イタリアとしてはこれでさらに試合運びがしやすくなりましたよね。2点のリードはメンタル的にも大きいですよね。はい、おっとこれはやってしまったか、痛恨のミス。いやこれはちょっと予想外の展開ですよね。北澤さん、今のゴールというかプレーなんですがいかがでしょうか。まあもちろん精一杯やったプレーの結果ですからね、次切り替えていきたいですよね。ファンにしてるだーい、さあこぼれた、酒井からの折り返し、イタリアはここクリアで難を逃れます。ピルロから右へ、酒井からソボスライ、足元大事に行きます。打つか、クロスはディフレクション、コーナーキックになります。さあファーストハーフ最初のコーナーキックになります。日本、富安、危ないシーンでしたがここはクリアの対応。遠藤、さあ右へ預けてペリシッチへ、ファーサイドへのボール、クリアです、対応します。ロボツカへ、ペリシッチからファンニステルローイ、スペースを使う、つながります、
抜けてくる。これは合わせたかったですよね。ベリンガム、サイドチェンジ。さあファンニステルローイ、起きましたよ。ファンニステルローイ、シュマイケル、これは見事なセービング、さすがのプレーというところでしょうか。これディフェンスはキーパーに助けられた感じでしょうね。決定機を阻止しました。危ないシーンでしたがクリアの対応。サカイエ、細かいパス回し、渡ります。ペリシッチ、前半終了です。非常に動きがあるファーストハーフでした。前半終え2対1。いや北澤さん、前半はもう完全に点の取り合い、凄まじい展開になりましたね。次の1点がどちらに動くのかでかなり違ってきますよね。日本としては必死で1点を取りに来ると思いますから、その辺にも注目ですよね。イタリア対日本、ではこの後も引き続き試合をお楽しみください。セカンドハーフ、ゲームはスタートしています。日本としてはまだ1点のシュート、いやソン・フンミン、鋭いシュートを狙ってきましたが惜しくも枠の外。やはりこのコース自信があるんでしょうね。いや惜しいシュートでしたけど、縦回転のかかったいいシュートでしたよね。自信もあるんでしょうね。曲げたボールはちょっと狙いすぎました。ここはボールを下げる。ロドリ、ロドリから長いボール、ペリシッチが受ける。デヨング奪いに行きます。これは合いません。裏を狙っていきます。フレンキー・デヨング、裏へ届くか。ネイマール、お、これいいですよ。こぼれます。ディフェンスこれを読んでいた。ベリンガムから左サイド、いやこれはカウンターのチャンスですね。エジミウソン、このボールをカットします。ネイマール、マッチアップのシーン。ソン・フンミン、ソン・フンミンからメッシ、中央上がっていきます。右サイドへ振ってスピードアップしたいですよ。ここはエジミウソン、上がっていく左サイド、ネイマールへのボール、いいですね。これはつながりませんでした。ここからカウンター早いですよ。抜けた。ファンニステルローイ、仕掛けるタイミングを図る。ペリシッチ、お、いい形じゃないですか。スペースを狙う、どうだ、シュート、押し込んでくる。いや同点日本。このゴールで今日のゲームをリセットします。これは熱い一発になりましたよね。今のはキーパーの跳ね返りを見事ゴールに収めました。キーパーからのこぼれ球をイメージできてたんでしょうね。こういう一瞬の判断を、頭だ、うわ、クロスバーの少し上、素晴らしいシュートだったんですけどもね、枠に入れたかったですよね。さあ、ともに選手交代があるようです。ネビッチが受ける。この辺の攻防は非常に見応えありますよね。このセカンドボールは
さあカウンタースピードを上げたいところ、久保スルーパスを狙う、このボールは富安へ、いい展開ですね、インターセプト、さあ右へ預けてファビオシウバ、日本カウンターを仕掛けます、ドリブルで仕掛ける裏へのスルーパス、久保、おいい形ですよ、カウンターですよ、さあ右へ預けて、あいい展開ですね、モドリッチに渡る、日本としてはいい攻撃でしたけどもね、まあまだ時間ありますからね、この流れを続けたいですよね、日本立て続けに選手を入れ替えてきます、このタイミングで起用です、これは楽しみじゃないですか、そうですね、途中交代の難しさはあると思うんですけど、この交代でどう流れが変わっていくのか非常に楽しみですね、イタリアとしてはチャンス作ったんですけどもね、流れは来てますから得点につなげたいですよね、鎌田へ、鎌田、今のはいい攻撃でしたよね、試合も終盤ですからね、これを続けてこのまま決定機につなげたいですよね、渡ればチャンスですがうまく噛み合いませんでした、ここからですね、うん、空いてますからね、縦行きたいところですよね、キエーザへ、イタリアとしてはチャンス作ったんですけどもね、流れは来てますから得点につなげたいですよね、ロボツカへ、さあ最後の一押しになるのか、この位置で受ける、丁寧に足元を使う、ここで受ける、シュート、これはキーパー、セカンド拾えるか、キーパーこれよく止めましたね、これは素晴らしい反応でしたね、大きなピンチでしたがチームを救いました、この時間帯ですからね、ここはもう全員で行った方がいいかもしれませんね、ハイカーブ、危ないところでしたがなんとか切り抜けます、フリット、ここは奪います、審判流しました、ファビオシウバ、時間がかかってきましたよね、最後ワンプレーってとこですかね、鎌田へ、鎌田奪い返します、縦に送ります、フリットへ、フリットと呼んでいた、ここで終了を告げる長い笛、2対2、同点でこのゲームを終えました、この試合ですが